はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオは、ZFND の、Twitter で学ぶ日本語の第2回目の、ビデオになります。はい、7月14日の、授業で使いますね。はい、このビデオでは、まずアカウントを作って、そしてお互いのアカウントを共有して、そしてフォローし合います。そして DM、ダイレクトメッセージですね。これを送って、まあ、時間のある人は、リストというのを作って、そしてそれに、この参加者ですね、他の参加者を追加する。こういうことをや、説明してみたいと思います。このアカウントを作るところは必ず、ズームの時間中にお願いしますね。はい。はい。ですね、まずアカウントの作り方は、ここに2つのリンクがあります。これ、公式、ツイッターの公式のヘルプですから、これが一番間違いないですね。これを見ながらやってください。これは後でスラックで共有したいと思います。そして、お互いのアカウントをフォローします。でも、フォローする前にお互いのアカウントがわからないとできませんよね。ですから、このズームで、スラックの方がいいかな。ズームかスラックで Google スプレッドシートの、リンクを共有しますから、そこに自分のプロフィールページへのリンクを共有してください。で、そして、他の参加者のアカウントをフォローしてください。はい。次にですね、DM、ダイレクトメッセージを読む、送ったり読んだり返事をしたりする方法をご紹介します。これはですね、国際交流基金トロント日本文化センターのアカウントですけど、ここにこういうふうに封筒のマークがあります。これを、クリックすると、DM を送ることができます。ただ、これを送ることができない人もいます。この場合は、例えばここに、follows you って書いてありますね。このアカウントが私のアカウントをフォローしているので、この、封筒のアイコンがあって、私は、DM を送ることができます。ただ、こういうですね、こちら follows you って書いてないんですよね。その場合は、こういうふうに、ここに封筒のアイコンがありません。ですから、その場合は、DM を送ることができないわけですね。はい。で、さっきの、じゃあ、ちょっと待ってくださいね。もう一回、ここの、この、封筒のアイコン、DM のアイコンをクリックすると、こういう画面が、こういう画面が出てきます。あ、ちょっと待って。あ、はい。すいません。ちょっと順番間違えちゃいましたね。はい。この、アイコンを、クリックすると、封筒のアイコンをクリックすると、もうこういうふうに、すぐに、メッセージを送ることができる。そういう、画面が出てきますから、ここに、書きたい内容を書いて、そしてこの右側の三角形ですね。これを、クリックすると送ることができます。はい。で、DM を読む場合は、ですね、この、大体いつもこの左側にこういうアイコンが並んでいます。この中の、この封筒のアイコンですね。これをクリックすると、こういうふうに一覧が出てきまして、で、まだ読んでないのは上の方に出てきますから、そこで、DM を読むことができるわけです。はい。では、最後にリストについてお話しします。ツイッターをですね、遊びのために使うと、すぐにですね、もう時間がなくなってしまうんですね。ですから、勉強とか仕事のために読むためのリストというのを作ります。で、それぞれのリストには一つずつの URL がありますから、そのリストの URL をブックマークしておくといいと思います。勉強や仕事の時は、その目的に合ったリストを開いてください。はい。で、まず、リストを作ったり、リストに登録したりする方法ですが、この辺、この人は、アクチャイクマールさんの、ツイッターのアカウントですけど、ここに、3つの点がある、こういうアイコンがありますから、これをカチッとクリックします。はい。そうするとですね、こうやって、たくさんメニューが出てくるんですが、この右側の、はい、ここの、ここ、add or remove、この人、from list というふうに出てきますから、これをカチッとクリックするといいんですね。はい。
で、そうして、多分皆さん初めて使うときは、まだリストが何もないだろうと思いますから、この Create New List というのを使います。ここをクリックするわけですね。そこで名前を付ければいいと思います。で、日本人と日本人の友達を作るときは、やっぱり日本語とか日本人とか、そういう人たちをリストにしておくといいと思いますね。はい。特にその日本語の先生同士でネットワークも作ってほしいので、日本語教師とか、日本語の先生とか、ジャパニーズティーチャーとかですね、そういうリストもあるととてもいいんじゃないかと思います。はい。そして、まあ、もうすでにできている、リストに、追加するには、こういう、もう私の場合は、もうこの人はインド人のリストに入れたいので、こういうところにチェックをするわけですね。はい。はい。こうやってですね、リストを作ることができますので、そして、ツイッターでたくさんですね、日本人と、友達になって、日本語を覚えて、まず日本語をたくさん使って覚えてほしいと思います。はい。それでは私からは以上です。そして、冒険は続きます。